バルキリこの壁は脆そうですね。またまた私のギフトの出番かしら。何かあるぞ。何かあるんだ。 これは美しいな。何かあるぞ。 みなぎってきたぜ。街がちっちゃく見えるわ。でもキリシャちゃんちはさすが存在感あるわね。No! 昇級士ってどこか。かせぬ。行くぞ。何か宝物だ。任せて。何かあるんですね。雰囲気が変わりました。古い罠が残されていますね。要塞時代の名残でしょうか。私の出番ね。アドル君、お願い。いいぜ、任せろ。何かあるみたいだね。よく見ろ、上に登っていけそうだぞ。何かあるぞ。おい、宝箱だぞ。何かあったのでしょうか。随分と騒がしいようですが。ありえぬ、ありえぬ。今の人はさっきの。俺たちを見ても素通りとは見事な慌てっぷりだな。何がありやがった。退避、退避。あんなバカ力だなんて聞いてねえぞ。くれぐれも看守どもに気づかれないよう注意しろ。 お前たちは怪人。急げ。とにかくあとは団長の指示を仰ぐしかない。はっ。嫌な予感しかしないわね。いや、面白そうじゃねえか。おいしいな。ここで一息つこうか。何なんだこいつは。このすさまじい雄たけび。アドル君、闘技場で聞いた鳴き声の主に間違いないわ。これは思った以上に凶暴そうですね。面白い。いいね、そそるじゃねえか。こいつは格が違うぜ。何よこいつ、尋常じゃない硬さだわ。ですがよく見てください、弱点があるはずです。狙いすまして一撃ですね。なんて獰猛でしぶとい獣なのかしら。はい、グリムワルドの魔物たちすらしのぐ強さでした。ま、確かになかなかの手応えだが、おい、消えちまったぜ。見たことねえ獣だったが、アドル、冒険家の意見はどうなんだ？古代種だと？どっかで聞いたことあんな。確か大昔の地上を支配した巨大な爬虫類とかなんとか。はい、少し前に話題になったのを覚えてます。今はガルマンで盛んに研究されてるそうですけど、でもすでに絶滅したはずの獣だと聞いてます。どうしてそんなものが監獄に？ああ、そりゃ誰かが連れてきてぶち込んだからだろう。ここを管理しているのは聖国騎士団のようでしたが。ああ、上の連中は一体何を企んでるのやら。私たち、もしかして見ちゃいけないものを見てしまったんじゃ。何を今さら。手間をかけたようだ、怪人の諸君。てめえはシャトラール。高よ、戦う気か。その判断は20点だな。今しがた古代種の相手をしたばかりなのだろう。おいおい、白を切るつもりもないとはな。古代種とやらはやっぱあんたたちの仕業ってわけか。君たちには今さら隠す意味もあるまい。それに赤の王、君ならいずれたどり着くと思ったよ。自分自身の目で確かめることだ。それが君の本分なのだろう。もっともこの区画にこれ以上の情報はないはずだがね。この人、もしかしてアドルさんの正体を。シャトラール団長、あなたは闘技場の事件は知ってるんですか。一通りの報告は受けているよ。じゃああの事故の原因がここの古代種だってことは。うん、被害に遭われた方たちに申し訳ないとは思っている。やっぱり知ってたんだ。何が聖国騎士団よ。ユファさん。パルドゥークのみんなは聖国騎士団を信じてる。騎士団はみんなの日常を守ってくれてると思ってるのに、あんなものを監獄に隠して一体何を考えているの。猛牛だったか。君たちは自らの力で知るべきだ。これから起きることを、そして自分たちの正体に関してもね。私たちの正体、どういうことでしょう。てめえ、俺たちの何を知ってやがる。洗いざらい吐いてもらうぜ。真実は自分で見極めるしかない。ああ、私の話で君たちが納得できるほどことは単純ではないのだ。自らの手で真実を知って初めて意義ある選択ができるだろう。そしてその時、我々の行為が単なる裏切りではないと知るはずだ。一体何を言ってるの。そんな話をしたいわけじゃ。皆さん、警鐘が。アドルさん、人の気配が多数接近してます。君たちを見かけた騎士たちが通報したのだろう。ここは騎士団の管轄区域だが、緊急ならばロムン兵も駆けつける。さあ、今のうちに行きたまえ。ああ、何言ってやがる。てめえを前に引くわけねえだろ。私は逃げも隠れもしないよ。タカ、いや、クレド・アイブリンガー団員。食えねえな、団長さんよ。そもそも包囲されてしまえば決闘どころではありません。行くぞ。